はい、マイク・バーテラさんどうもです。こんばんは。カブ君こんばんは。ブリュッセルから南のバーテルド方面に向かうとテルビューレンの森という結構深い森があります。気分がいいですよ。なるほど。この森ってモンゴメリーっていうお金持ちの地区のもっと奥の方でしょうかね。ウクライナのゼレンスキー大統領がフランス政府の政府専用機で移動しているのは、万が一途中でロシア軍機に強制着陸をさせられたり、撃墜されるのを防ぐフランス政府の配慮でしょう。うん。ベラルーシは民間機を強制着陸させた前科がありますからね。万が一そんな暴挙をすると、それこそ NATO への攻撃になりますからね。うん。今バルト三国、エストニア、ラトビア、リトアニアは徴兵制を復活して、なるほど、徴兵制復活してるんですね。うん、これは知らなかったです。なるほど、期間は相当なもんですよ。何せロシアにはひどい目に遭わされた歴史がありますからね。また歴史解説でお話ししますね。デニス君徴兵されないか。デニス・バシリエス君ですね。確かに。うん、ムール貝はもうごめんですね。何せ日本からのお客さんを連れて散々行きましたからね。バケツに一杯ドサッて出てくるんですよ。食べてるうちに飽きてきますね。大西洋ではタラバガニや上海ガニが増えているのは、太平洋側で荷を積んだ船がバラストタンクに入れた太平洋側の海水にカニが紛れ込んでいるんでしょう。海は必ず重心を下げるためバラストタンクに海水を入れるんですよ、というですね。バラストタンクってなるんですね。うん。ああ、ってことは、運ばれてくるっていうことなんですね。でも、そういう、その海で、生活することはできるんですね。環境が変わっても。うん。で、ムール貝、そうですね、バケツいっぱい入って、バケツというかね、カセロールって言って、こう、なんだ。ね、あれ、カセロールですよ。鍋ですよね。そう。で、おかわりも実はできるんですよね。うん。なので、食べ放題ですよね。味がいろいろありまして、まあ、塩味とか、あとワイン、赤ワインとかね、あと、キューキーもあって、なんていうのかな、黄色い粉、なんていうんでしたっけ、カレーの素ですね、みたいなやつを、入れる、こう、いろんな味があるんですよね。うん。まあ、確かにムール貝ね、でも最近食べてませんね。うん。ゆうのややさん、こんばんは。かぶさん、5月21日は、偵察の日だそうですと。うん。かぶ、すいません。探偵ですね。探偵の日だそうです。川さん、探偵に何か依頼したことはありますか？うん。いや、ないですよ。探偵って浮気とかの調査ですよね。浮気とか、なんか、それこそちょっとね、そういう調査しますよね。私は一度もないです。いろんな調査がありますよね。生き別れた親に会いたいとか、よく探せるなと思いますね。あとは、そう、浮気調査ですね。浮気調査とか、有名ですね。カブさんは何かを依頼できるとしたら何を探してほしいですか？私は考えてみたけど、特にないです。でも結構高そうですね。うん。いや、探偵に頼むことですかね。まあ、探偵に頼むっていうことは、隠し事ですので、多分言わないと思います。うん。ただ、今のところ、そう、嘘をつかないで言うと何もないですね。うん。ね、特に何か見つけたいとかね、ないですね。うん。探偵に頼む、何だろうか、何かな。うん。特にないかな。うん。なんか皆さんありますかね、逆に。なんか探偵に頼みたいことありますかね。うん。そして、カムさん、G7 の19日のワーキングランチのメニューは、サーモンのマリネとか、広島のメバルとか、ムール貝のアクアパッツァだそうですよ。うん。アクアパッツァっていうのは知らなかったですね。アクアパッツァ、とかだったそうですよ。エビも出たみたいです。うん。広島の食材を使った西洋料理だったみたいですよ。食べたいですね。うん。美味しそうですね。これはいい世界交流だったんじゃないかなと思います。広島の食材を使った西洋料理なんですね。日本と、西洋の文化交流になったんじゃないかなと思います。ベルギーでもちょっと話題に出てるっぽいんですが、ただ食事をしたとか、なんかお酒を飲んだみたいな話しかしてなくて、肝心の、戦争の件とかあんまりこう聞かないですね。うん。なんか食事とか日本の食事であったりとか、なんかそんな話はあるんですけどもね。うん。なんか日本酒を飲んだりとかね。うん。レモンみかんさんどうもです。もしもですよ、沖縄地方で有事があった場合を考えて、島民を九州に避難させる、計画がすでにあるそうです。うん。九州では米国軍、英国軍、
フランス軍自衛隊が、陸地戦を想定する演習を抜かりなく、すでに済ませていると聞いています。なるほど、そうなんですね。ほうほう。この度の G7 にしろ、何かの集まりにしろ、疫病や、災害にしろ、日本政府や国民がどのように協力して動くのかを世界から見られています。なるほどですね。分断、窒息ではなくですかね。ではなく、日本人の体制と秩序と、調和が見られていますよ。台湾は中国共産党海軍に、囲まれていますが、半島有事も多い、早いかも、などと予測されています。朝鮮半島もやばいらしいです。どう出るか分かりませんよ。経済も大変らしいですと。で、ところで、ロシア軍の軍服ですが、中国で生地を作り、北朝鮮で縫い、ロシアへ出しているようですという。なるほど。ってことは、もう完全に中国や北朝鮮もこれは関与してるっていう感じですよね。まあね、まあ、あんまり驚きませんが、そういうことらしいですね。なるほど。韓国とは日本は どうするんですかね。朝鮮半島でこれ韓国ですよね。韓国とは仲良くしないといけない気がするんですけどね。どうなんですかね。ぶっちゃけ北朝鮮とあんな近いんで、韓国もやばい気がしませんかね。なんかね、という感じですけどね。でもなんか沖縄の島民の方たち、結構沖縄ね、もちろんね、好きな人多いと思う。自分のね、沖縄好きだと思うんで、まあなんか沖縄が取られるってなったら、残る人もいそうな気がしますね、なんかね。残って戦うっていう人もいそうな気がしますよ。いや、沖縄取られるのはもう本当に嫌だね。それは、さすがにちょっと勘弁してほしいですね。ねえ、もうそれだけは絶対嫌ですね。はい。サラカエさんどうもです。カブさんのご友人の方も、春が来たの歌詞の意味や、情景をすでにご存知だったのですね。陸上フィギュアを通じて日本とヨーロッパの曲について お互いに、理解を深み合ったりしていることは素敵だなと思います。新しいテクニカルプログラム、イルトレーノ・ディトゥーズの、トツールの列車の歌詞の意味や、情景についての解説も聞いてみたいです。あ、本当ですか。まだちゃんと調べていないんですけども、このイルトレーノ・ディトゥーズっていうのは、トツールっていうなんか町があるらしいですね。これイタリアの町なのかな、どこの町なんでしょうかね。でもこのちょっとね、歌詞はちょっと調べてみたいと思います。で、多分いろんな気づきがあると思うんで、ちょっとね、発表していきたいと思います。衣装とかもね、作って、ね、アレンジをしていこうと思うので、はい。いろんなその日本の童謡とかね、結構聞いたりもするので、はい。サラカヤさんも言ったです。カムさん、マザールリアさんへ、コメントありがとうございます。大井川鉄道の SL には私も一度乗ったことがあります。20年以上前のことですが、楽しかったですね。静岡県に行かれたら伊東線、伊豆急行線の旅もおすすめです。それと SL 関連の話ですが、磐越西線で普段ほぼ毎週週末に会津若松から新津間で運行されている SL 磐越物語号がついに7月29日に運行が再開されました。されますってことですよ。なるほど。豪雨災害や検査などにより運行休止が長く続いていたので久々となります。それと去年夏の豪雨災害で長期不通だった、花輪線カスの花輪から大館間も、今月14日に、復旧し、全線復旧を果たしました。あとは米坂線、今泉かなから、坂町間と、津軽線の蟹田ですかね。蟹田と民間屋がどうなるか気になるところです。これから、梅雨や、台風シーズンがやってきますが、豪雨災害に見舞われる線がまた出ないことを願うばかりですね。本当ですね。だから台風2号が発生したんですかね、どっかで。ちょっと分かりませんけどもね。でもなんかどんどん復旧してていいですね。でもいろんなこう災害とかもまだある、ね、可能性もあるので、そこはちょっと注意、ね、したいんですけどもね。なかなかやっぱりそことの向き合いがね、大変かとは思うんですけども。サラカヤさんも言ったです。こんばんは。私の憶測になりますが、ベルギーで G7 関連の話題があまり報道されてない理由は、G7 メンバーでも、招待国でもないかであるかもしれません。その可能性もあるんでしょうかね、きっと。G7 メンバーは日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、EU です。それと、招待国枠でオーストラリア、韓国、ベトナム、インド、インドネシア、ブラジル、コモロ、クック諸島が参加していますね。そして、当初、オンラインで参加予定だったウクライナのゼレンスキー大統領は、
今日の午後に広島に到着し、早速相次いで首脳会談を行いました。インドのモディ首相とも握手をしてましたね。うん、このシーンはロシア、あ、しました、しましたしちゃった。待って、これはちょっとプーチンからしてみたら裏切りになるので、プーチンからこれはもう衝撃ですね。うん、このシーンはロシア、プーチンにとって衝撃的だったと思いますですね。いや、これでもう盟友はどんどん消えていくなっていう気がしますね。どんどんロシア孤立化してくると思います。ルカシェンコもあれですね、ベラルーシの大統領も調子が悪いらしいので、ちょっとなんかね、なので、あとね、軍の名前忘れましたけどもね、の総司令官かちょっと忘れましたけども、もう良くないということなんで、結構あとトルコもちょっとね、うん、トルコはエルドガンとは仲良かったと思うんですが、ただまあ次のトルコ の、 そのエルドガン大統領についても、まあ、ちょっともしかするともうあんまりこう失脚の可能性もあるんじゃないかなって出てますの で、 で次の大統領候補がですね、まあ、民主化を目指すというか、ロシア、まあ、社会主義ではない方向を目指していくっていう方なんで、まあ、西側寄りなんですよ。なのでそうなってくるとロシアは完全孤立してくる可能性があるんですよ。うん、なのでまあ、どんどん孤立してくるのかなっていう気がしますよね。まあ、それで暴走していく可能性もあるので、ちょっとそこは注意が必要なんですけど、なるほど、したんですね。これはプーチンとしては全然面白くない展開になってますね。はいはい、アトベヨーコさん、よろしくお願いします。カブくん、こんばんは。松井さん、自分のコメントもう一度読み返してください。よくこんな暴言吐きますね。カブくんは松井さん優しいですからって、こんな暴言を公の場で書くのではありません。うん、あまりそういうことばかり書くと松井さんが良いことを書いてもいいことだなと思われなくなります。うん、カブくんが何を書いてもいいと言っているからって暴言はいけません。あ、暴言はね、ダメですよ、本当にね。うん、もうこうなってくると、このコメント読みができなくなってくるので、そこはちょっとお願いしたいですね。うん、はい、まあ、いろいろね、介護であったりとか、まあ、その今5月であってうつとかになってる部分、まあ、空気的に、ね、なので、そこはあるとは思うんですけどもね、ぜひ、まあ、愛のあるコメントをねしてほしいなって思います。あとはエビデンスというか、まあ、証拠があればいいとは思うんですけどもね、まあ、嘘をつくのはちょっと良くないのかなっていう、嘘というかね、まあ、そういったこう事実にないことだったりとか、まあ、勘違いだった場合しょうがないんですけどもね、まあ、そういったことなんかもちょっと気にはなるので、はい、まあ、そこをちょっとよろしくお願いしますっていう感じで、はい、というわけで以上になります。